連合軍専用列車。連合軍専用列車とは、大東亜戦争、太平洋戦争において、日本が1945年、昭和20年8月に降伏した後、1954年、昭和29年頃まで、日本各地の国鉄、私鉄運行されていた、日本へ進駐してきた、連合国軍、進駐軍、連合国の占領軍の国内移動の便宜を図る、 ための専用列車の総称。連合軍専用列車といっても、その設定パターンは様々である。それらを分類すると大体下記のようになる。ここでは、日本の国有鉄道、運営は1949年、昭和24年以前は、運輸省、それ以後は、日本国有鉄道となった。で運行された、主な専用列車の経緯、概要、 愛称の意味などを綴る。国鉄に限らず、私鉄でも多くの路線において、専用列車が設定された。国鉄同様、沿線に軍用施設や軍の休暇施設があるなどの理由によって運行され、国鉄との直通列車も多く設定されたと言われいる。また、大手に限らず、島原鉄道などにも、専用車両が存在した。それらのうち、特徴あるものを下に記す。 東武鉄道の場合、その頃からすでに秘書地として紹介されていた日光への秘書を行うために当時の東武日光線を利用して専用列車が運行された経緯がある。期間は1948年昭和23年6月より1949年昭和24年12月まで。運行形態は国鉄に当客車を新中軍専用車落とし、 電車でそれを引くもので、当初は浅草東部日光館に金曜日引く、日曜日の各日一往復で運行された。しかし、1948年、昭和23年8月には、日本人にも一部車両を開放していることから、純然たる専用列車ではないと見るべきであろう。スペーシア東部日光線優等列車遠隔も参照されたい。また、 東北本線の上野駅と仙台駅から日本人の乗る列車に並結されてきた連合軍専用車両を焼いた駅で切り離し、ここから1959年昭和34年7月1日に廃止された東武八板線を経由して新港徳駅にいる運用も存在した。東上線系統には池袋広市線、広島を結ぶ列車も設定された。この列車については、 東武広市線を参照。西日本鉄道、西鉄の、現在は廃止された、路面電車の西鉄北九州線では、100系2両を専用車両とし、車体全体を白色に塗り替えた。街中を、流しのタクシーのように走行し、連合軍兵士が希望する場所であれば、停留所に関係なく、乗降を取り扱っていたと言われる。専用列車は、 冒頭でも一部記したように、日本の鉄道の運営上何においても優先ということで運行されていたが、それ以外にも様々な印象を日本国民に与えたと言われている。例えば、日本の鉄道では戦争中の1944年、昭和19年から寝台車と食堂車が廃止され、それらに使われていた車両は普通車に改造されるか、地方の駅へ空襲を避けて疎開されるなどした。 戦後連合国軍は、それら疎開されていた車両連合国軍列車の車両として、接収、改造して、アライドリミテッドなどに投入した。なお、日本人が使用できる新大車の復活は1948年、昭和23年1月の各線での急行列車から、食堂車は1949年、昭和24年9月の特急、平和号からである。 専用列車は前述したように日本人には複雑な気持ちで受け取られたようだが、これらの列車の中には日本で初めての運行形態を取ったものがあり、さらにその中には後に日本人の乗る列車でも採用されるようになったものも存在する。それらのうち主なものを示すと下記の通りとなる。百四十六年昭和十一年七月十五日の ヤンキー・リミテッドで開始。東京を上の間にはもともと回送線が戦前から存在し、回送、貨物列車に関しては走ったことがあったが、旅客列車を同区間で運行したのは、これが初めてである。東京駅から東北、新越方面への旅客列車を走らせる、東海道本線、横須賀線東北本線、常磐線、高崎線間の直通運転を行うことには、 国鉄に何らかの抵抗があったらしく、戦前は軍用列車ですら実施されたことがなかったが、このことでその抵抗分子も消えたのか、早くもこの年8月10日から日本人の乗る列車でも同区間の旅客輸送が必されている。その後、同区間の改装線が1973年、昭和48年4月の東北新幹線建設工事によって使用不可となるまで特急、 急行、準急、普通問わず様々な列車が同区間を運行した。2015年、平成27年3月14日からは42年ぶりに JR 東日本は同区間の列車線を復活させ、再び東海道本線、東北本線、高崎線、常磐線間の直通旅客列車の運行を開始している。上野東京ラインも参照。 1946年、昭和21年2月の1101.1102列車で開始。日本人が乗る列車に関しては1950年、昭和25年10月から、道の区で開始され、その後様々な変遷を経て、1954年、昭和29年9月26日に発生した東山ル事故で、危険と判断され中止されるまで継続した。 その東山る事故で沈没した一等信頼者のマイネフ38号は1202列車のもので、当初第十一聖艦丸に積載されて出港したものの途中で引き返し、軍人、軍属と共に東山丸に移し替えたものだが、その第十一聖艦丸もこの台風で破壊され、沈没した。百四十六年、昭和十一年十一月五日のヤンキーリミテッドで開始。 1943年、昭和18年8月1日に国家買収されるまで、現在の千歳線は、私鉄の北海道鉄道の経営であり、そのこともあってかこの室蘭本線、千歳線経路での直通旅客列車は運行されたことはなかった。その後、函館本線、小樽経由よりも、道路線、苫小牧経由の方が勾配がゆりなどといった理由もり、徐々に、 小樽経由よりも苫小牧経由の方が、同区間のメインルートとなっていき、1986年、昭和61年11月には、小樽経由での直通誘導列車は消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。